こんにちは、売れるカウンセラープロジェクトの北林です。この動画ではカウンセラーの先生からよくある質問や相談にお答えしていきます。今回の質問はカウンセリングのドタキャンをなくす方法についてです。相談でカウンセリングを予約してドタキャンする人がいます。こちらは準備してるのにドタキャンされると時間も無駄になるし精神的にも疲れますというご相談です。カウンセラーの先生のですね、カウンセリングのドタキャンの問題っていうのは実は相談は多いですね。会員さんの中でもやっぱりドタキャンされるのでどうしたらいいでしょうかっていう相談は受けます。でドタキャンをですね、減らす方法としてまず有料の相談の場合は前金でお金をもらうこと、これ前金でもらうことで、まあ、ドタキャンはかなり減りますね、というかなくなるに近くなると思います。あとですね、これ無料相談でも有料相談でもやってほしいことなんですけど、前日確認をする。これは電話とかじゃなくてメールでいいので、前日に、連絡をもらえるようにする、もしくはこっちから連絡をして返信をもらうというようなことにすると良いです。で前日にですね、ちゃんと連絡が取れてる場合はですね、当日カウンセリング、来てくれること、連絡してくれることが多いです。で当日の前日の連絡がつかない場合とかは、まあ、ドタキャンされることが多いので、そういうふうに思ってもらえると、思っておくと良いと思います。あとお金の場合ですよね、あの有料相談で、まあ、前日までにお金払ってくださいって言って払ってくれない人はほぼほぼ当日連絡はしてこないことが多いです。基本的にはこのお金をですね、前金でもらうこと、それから前日の確認もしっかりすることということで、ドタキャンの数はかなり減らせると思います。最後まで見ていただきありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録お願いします。赤色のですね、チャンネル登録ボタンを押していただくとチャンネル登録ができます。最後に北林エミリ、私の書籍の紹介です。3ヶ月でクライアントが途切れないカウンセラーになる方、カウンセラーになって月収100万円稼ぐ方、それぞれですね、全国の書店、アマゾンにて好評発売中です。もしも、まあ、書店の店頭に並んでない時は取り寄せてもらってください。あと無料相談、なども行ってますので、よろしければホームページの方からご確認ください。